クオス U SHV37 のクリップナウのご説明をします。クリップナウとは、表示している画面を写真としてすぐ保存するスクリーンショット機能です。また一時メモ機能で、他の画面表示中でもすぐにスクリーンショットを見たり共有することができます。それでは設定してみましょう。ホーム画面から基本機能をタップし、設定をタップします。画面をスクロールして便利機能をタップします。クリップナウをタップします。クリップナウオンオフ設定をタップし、オンにします。内容を確認し、次へをタップします。内容を確認し、許可をタップします。内容を確認し、許可をタップします。これでクリップナウ機能が有効になりました。それでは実際に使ってみましょう。保存したい画面で上部を横にスライドします。これでクリップナウ完了です。また画面の縁を下にスライドすると、一時メモを保存できます。注意文を確認し、 OK をタップします。共有するアプリが選択できます。一時メモは端に表示されます。スライドさせると一時メモを見ることができます。一時メモを長押しするとゴミ箱が出現し、不要の際は削除できます。保存されたスクリーンショットはアルバムから確認できます。